週9話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録、ボタンよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。レッツゴー。来た。おー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 、え、これは旧接近というやつ。これヨウムさんやな、よっぽど。おい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 、めっちゃ急接近。なにこれ。気がついた。なにこれ。ああ、こりゃいい。おう、いいな。師匠にやられた甲斐があったってもんだ。ボコられたんだ。傷気になったけど。なんだから無茶して死んだって知らないわよ。おお。まるでミューランは人間じゃないみたいな言い方だな。おお。これ本当にいいぞ。できれば毎朝ここで目覚めたいもんだ。バカ。おお。早くどいてちょうだい。寄宿舎に戻りましょう。今日はロンメルたちと魔法戦の勉強をする約束でしょ。いいてててて、わかったって。いい感じだな。冗談じゃねえんだけどな。おおお、もういい方向に行ってくれよ。あからめてんじゃねえかよ。でも私は心臓を魔王クレイマンに支配され、操り人形にされて。うわあ、らら、本当にバカなんだから。え、それは相手の能力でってこと？ちょっと記憶が曖昧なんだけど、あれ、シズさんの場合は同じ扱いになる、魔人になる、イフリードぶち込まれたら魔人になる、操られる、そういった流れってことは、召喚者っていう表現、え、召喚者、なんかそこ毎回ごちゃるんだよね。て、うん、転生しないから召喚者、召喚者。でも召喚したものと召喚されたものでどういう違いがあったんだっけ、あれ。ちょっと似てて、毎回ごちゃるんだよね。うん。ってことは、違う世界から来たってこと？違う？俺の認識違ったらごめんなさい。ほんと、すいません。で、曲がいいんだよ。いや、で、しかもね、面白いのがさ、いつも俺、なるべくね、動画が長くならないようにって意識して撮ってるんですよ。で、なるべく止めないようにするんだけど、気になったら、もちろん止めるじゃん。で、みんなとね、いろんなお話をしながらさ、一緒に楽しんでいくんだけど、やっぱメッセージ性がすごい高いから、あ、ここ大好き。めっちゃ、メッセージ性高いし、いろんな素晴らしいことがあるから、やっぱ話したくなっちゃうんだよ。止めたくなっちゃうんだよ。どんなに、なんかちょっとね、あんまり長くならないようにってしても、気づいたらちょっと長くなっちゃうんだよね。なんなんでしょうね。なんなんでしょうねって、そんなもんなんだよ。もうね、やばいんだよ。1話だけで1時間語れるもん。それぐらい素晴らしい、深い。薬剤の前奏曲。いやー、もうやだよ。さっきの会話も怖かったんだよ。これはいい品だ。すごくやだ。いやー、この微笑ましい感じがもうすでに始まってるわ。気をつけろ。ちゃんと前見ねえと怪我すんぞ。嵐の前の。怪我したら俺たちが作ったハイポーションで直してやっけどな。うわー、素敵。こんにちは。どうも。気持ちいい陽気だな。うわー、怖いよ。感じ取ってんのか。どうした、置いてくぜ。悪い、なんでもない。なんだろう。それおっと、兄貴には花を持たせてやらないといけねえからな。おざけ、それ頑張ってください。チャンスだぞ。そこです。行け。いいですよ、いいですよ。惜しい。あー、すごく怖い。久しぶりですね、ミューラン。変わりありませんか。心変わりはありけり。あなたのもたらした情報のおかげでこちらは非常に順調です。うん、預かっている心臓本当に返してあげてもいいと思えるほどですよ。ああ、それは私が様子見ということでしょうか。心臓を預かる。そうか、ちょっと表現は違うか。そんなわけがないでしょう。召喚とはまだ役に立ってほしいと願っています。もう一働きお願いしたいのです。
やだな。あなたも死にたくはないでしょうし、愛しい男が殺される様を見たくはないでしょうから、ね、うーわー、愛しい男などいない。とでも私を舐めるなよ。お前はただ私の命令に従っていればそれでいい。命令を伝えるまではおとなしく過ごすな。すべて終われば今度こそ解放してやる。うわー、過ごすのも夢ではなくなるだろうよ。最悪だ、すごく最悪。夢か、哀れな女だやだな。これは罠、うん、決まってるわね。はい。でも、いやー、夢が叶うのならば。うわー、最悪。魂を売るでしょう。うわー、それでヨウムさん死ぬってなったら代わりに死ねそうだな。完全武装、人間の集団、ファルムス王国の騎士たちだ。テンペストに向かっている。その数およそ100。目的は不明ですが、ファルムスでは戦争の準備が行われている模様です。これはまずいかもしれんが。だいぶ。そうですな、リムル様間もなく帰ってくるはずだ。帰国を待たずすぐに連絡した方が良さそうですぞ。よし、応答願います。応答願います。おお、こちら中央国ユーラタニアの三巡士の一人、大高くのアルビスです。アルビス殿。ベニマルだ、どうした。頼みがあります。我が国の民を避難民としてジュラの森に受け入れてほしいのです。ほう、何があった。ユーラタニアは1週間後に交戦状態に入ります。交戦だと。どこの国だ。国ではありません。相手は魔王ミリムです。なんと。おい、それはどういうか。おい、おおほほほほほほほ、マジで。いやー、マジか。おいおいおい、この町の方がファルムスよりも発展してるじゃねえか。そうふざけやがって。なんで魔物ごときが俺たちよりいい暮らしをしてやがるんだ。しかも来ちゃった。なんでうちらより贅沢してるわけ。超気分悪いんですけど。まあまあキララさん、でも確かにまずいね。面白くありませんね。もうスライムが親玉なんだろ。暮らせばいいだろ、そこで。俺たちがここの主になれるんじゃね。うわ、いいでしょうご。その案に賛成。僕も賛成だけど、勝手な行動はまずいよ。大丈夫だって。俺たちで一騒動を起こせって話だっただろ。ちょうどいいじゃねえか。そうそう、うちら善良な市民を魔物が襲ったって実績が欲しいんじゃん。確かにラーゼン様からはそう命じられてますけどね。ちっ、あんなジジイに様なんてつけんなよ。本当だし、あのジジイ早く死んでほしいわけ。そしたらうちらも自由になれるっしょ。厄介だな。癖になってるんだよ。本人を前についポロッと素が出たらヤバいだろ。それじゃさっさと始めようぜ。よくない、すごくよくない。うわー、うちのお尻を触ったっしょ。もしかしてうちを押そうとしたわけ。俺は何もしてないです。冤罪。ちょっとしらばっくれないでほしいわけ。どういう目的でうちを襲ったのかちゃんと説明してほしいって言ってるの。クズだな。痛い。おいおい、あのホブゴブリンが女の子を襲ったってよ。うーわー、この町の衛兵が。マジかよ。ここの魔物はおとなしいって聞いてたが。うーわー、キララのユニークスキルはやっぱ怖えな。うん、惑わす者は意識に働きかけるからね。イエー、キララの言葉を信じて言われた通りになる。おいおい、この町じゃ客人に暴行を働くのかよ。そういう汚い真似をするのが魔物たちの目的だったのか。よく見たらいやらしい顔してんな。やってんな、あれは。やってんなじゃねえよ、やってねえよ。呼んだ方がいいんじゃないか。違うです、俺は何もしてないです。ファルムスの連中が欲しいのは侵略するための大義名分、つまり
魔物が人間を害したという事実。マヌケ面が切れて手を出してくればもっとインパクトあるんだが。なんすかこの騒ぎ。おお、どうしたすかゴブゾ。俺は、お前は本当に何かしらしでかすっすね。どうもすんません。よく聞こえてますよ。やってないの分かってんだよ。その上でやってないんすよね。でもそんなの関係ないんすよ。疑われた時点で負けなんす。おお、コブタさんはオラを信じてくれるですか。そんなの聞かれるまでもないっすよ。一生ついていくです。いやもう暑苦しいっすね。ちょっと何なわけ。もしかしてうちが嘘をついてるって言いたいわけ。え、そう聞こえなかったっすか。ふざけんじゃねえぞクソゴブリンが。うちの言うなんてクソ生意気なんだよ。見てもないのになんでそいつの言うことを信じるんだっつーの。仲間を信じるのは当然っすから。ふざけんな。そんな理由で納得できっかよ。差別、そもそも冤罪からの差別。シオンさん狙いなんすよ。こうすごいっす。これはあんたみたいな小娘を触ろうとするわけがないっすよ。事実として。ひどいですよ。それは秘密っす。みんな知ってるんだから今更っすよ。うわぁ、みんなはみんなっす。諦めるっすよゴブゾ。一生ついていこうと思ったダンスがやっぱりやめるダンス。うまいな。でもうまいわ。空気を変えたよ。現実としてこれが異物だな。うちを舐めてんじゃねえぞ。あとは強行。惑わすものお前らみんな信じまえ。やっちゃいましたか。クソ寒い。ん？あ？何？心に闇がない。そういうこと？なるほど。なんで死なない？あれ死ぬのはあれだけで。声を波長に変換して。言霊？自殺？するスキルなのさせんの？うわあ。とても恐ろしい力ですので。我が国での使用は禁止させていただきます。わお、あの女、うちの力惑わすものを無効化してるわけ。おー、すげえ。あなたたちはこの国にはふさわしくないようですね。おお、どうぞお引き取りください。うまいな。信じられない。まるで化け物。あっそう、そういう態度を取るんだ。いいぜ、そっちがその気ならよ。俺も本気で相手をしてやる。何言ってんだこいつ、バカか。頭悪いだろこいつ。奴隷にしてやる。泣いて許しを請うまでいたぶってやるぜ。会話できねえタコだな。その下びた考えが顔に出ているぞ。このまま素直に町から出るなら見逃そう。だがしかし従わぬと言うなら。面白え。邪魔するんなら潰してやる。なるほど、叩きのめされなければ理解できないようですね。厄災だな。いいでしょう、相手になってあげましょう。こうなったら僕も好きにさせてもらおうかな。実はこの力を試してみたいと思っていたんだよ。僕の切り裂くものでどれだけのことができるのか楽しみだ。切り裂くもの、やばいっすね。ゴブゾ、お前はシュナ様をお守りするっすよ。分かったです。男だな。何これ、天眼って読むの。ヒナタとかいうババアにだって負けはしない。ひでえな。天眼って読むのこれは。よくわからんけどな。ちょっと多分天眼やろ。僕の力ならヒナタとかいうババアにだって負けはしない。ましてお前のような雑魚には。ヒナタババア、あのヒナタをババア。ええ、中央都市リムルをアンチマジックエリアに変えるのです。目的は外部との通信の途絶です。おお、取り掛かりなさい。
あなたの最後の仕事ですよ。面白くなってきました。大戦争が起こりますよ。思わぬ流れから予定外の展開になりましたが、はてさて、どこへ行くんだ。よくないね。何かどうなの。シュークリムル。シュークリムル。新作の菓子さ、食堂に出るようになったらしい。超うまいって言うから食べに行こうぜ。せっかくだけど、実は昨日もらったばかりなの。ひょっとしてヨウムか。ええ。ちっ、あの野郎、また抜け駆けかよ。私は用事があるから、また後で。後で？本当に後で会えるのか。おお、見てるね。ついさっき、俺に不自然な連絡が来たんだよ。魔王ミリムから宣戦布告を受けたって。何をバカなって思ってたらさ、お前が何か不自然な行動をとってるから少し気になっちまったのさ。よく見てるね。クールだ。クリムが焦っていたのはこれね。魔王ミリムの宣戦布告は予定外だったようね。私急いでいるから。ミューラン。それにしてもこの国の通信を途絶えさせる目的は何。あそこ連動してねえな。リムルテンペストか。あのスライムに連絡が行き参戦されるのを恐れて。ミューラ。早くメイクを発動させなければ。クレイマンの怒りによって私だけではなくこの町の者も全てが皆殺しにされかねない。魔王ミリムが相手ならあなたの主が危ないのではなくて。魔王ミリムを知っているって口ぶりだな。おお、察しがいい。カリオン様は無敵だ。敗北など考えられん。それより今大事なのはお前のことなんだよ。お前は魔人なんだろ。普段は鈍いくせにこういう時は鋭いのね。だったら。でもやるしかないのよグルーシス。私はあなたのことも好きよ。友達としてだけどね。おお。でもね、邪魔をするというのなら。あなただって殺すわ。おお。お前、その覚悟、まさか死ぬ気なのか。だが、なぜ。主に命令されているのか。そうか、そうなんだな。答えろ。魔王クレイマンは手下を使い捨てにするって有名だったな。ひょっとして。黙りなさい。それ以上喋ったら。やっぱりそうなんだな。お前が死を覚悟してまで従うってことは。その話詳しく聞かせろよ。うお。ミューラ、なんか事情があるなら話せ。俺が守ってやる。バカなの。この姿を見たらわかるでしょ。私は魔人なのよ。それが何だってんだ。お、種族だなんだなんてのは本人の魅力とは全く関係のない話だ。この国の主人がスライムだと知ったとき、俺はそれを痛感したんだよ。お前が好きだ、ミューラン。うわぁ、うわぁ。俺と相手を守りたいってのは自然な感情だろう。いい男だ。今までの私はあなたを騙すために作り上げた虚像に過ぎないのよ。あなたが惚れた相手は実際には存在しないわ。安心しろ、ミューラ。俺は死ぬまでお前に騙されてやる。うわ。最後まで信じればそれは真実と変わらんからな。おお。話して。ああ、すまん。何どさくさ紛れに抱きしめてるんだよ。ああ、いや、この流れなら許されるかと思って。バカ野郎。許さねえよ、俺が。何？お前関係ないだろ。お前いつもいつも抜け駆けしやがって。ありがとう、ヨウム。おお。何？ミューラー！ミューラー！
命かけてんのこれ。あなたを守るためならば。うーわー。私は。うーわー。プリズンフィールド。おお。あーやばいな、やばいな。やばいな。どうしました？リムル様に繋がらない何かの妨害を受けている。リムル様。どうしたのですか？だいぶやばいな。良かった割には口ほどにもないのですね。足癖の悪い女だ。こっちもスタート。なんだ？体から力が。あ？どうしたんだ姉ちゃんよ。ずいぶん辛そうじゃねえか。何これ、何これ。いやだーいぶだーいぶやべえな、やべえな、すごくやべえわ。そっかそっかそっか、あちらこちらでいろいろと動き出したな。いや恐ろしいわ。なんかね、なんだろう、俺ね、人の善意を潰す行為って俺めっちゃ嫌いなんだよね、本当に。マジで、クレイマン、本当にもうね、デスノートあったら書いてる。2秒もかからない。削除。本当にその状態。マジで。マクギリスもびっくりの削除かますよ、本当に。ふざけんなよな。やばいな。で、あれは命をかけてあれを張ったっていうことになるの？そうにはならんのかな？なんかそういう表現があったけど、そうではなく、まあ、一応あれを張って、なんとか、守ろうとしてるっていう状況なのかな？自分が嫌われようともっていう、そういった状況でいいのかな？命をかける、あれ発動したら、はい、終了っていう話。ではないよね、多分。そうなっちゃうの？ちょっとそこら辺が、詳しく分かるとすごい助かります。そうなのか、どうなのかっていうね。はい。ということで、いやー、凄まじいわ。なんかいろいろと、なんだろう、久しぶりに危機感を覚えた。ずっと不安だったものが確信に変わって、めちゃくちゃ危機感に変わった。うん。一気とは違うな、また。うん、オークロードの時結構怖かった。でもそれをまた上回る恐怖があるわ。なんか迫ってきてる。そんな気がするっすね。はい。ということで今回はこの辺で最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、そしてメンシップ登録よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!